25歳の冬の出来事です。仕事中で事故になり車椅子になりました。人生の分岐点といったら素敵な文言かもしれません。現在私は立って歩くことができません。もちろん階段を登ったり降りたりもできません。落としたものを拾ったりすると転倒してしまうことがあります。脊髄損傷のため排尿にも障害があります。私には素敵なパートナーがいます。それはここにいる介助犬です。 So, what's the name of your dog? His name is Lucky. Lucky? Yes. Well, can I... We, in Jamaica, we have two Labradors. One is named Lucy. One is named Lucky. Really? Oh. Yes. Lucy. 仕事中の事故です。突然の出来事で全く覚えていませんが、足に感覚がなく、自分の体に何が起こったのか、理解するのに時間がかかったのを覚えております。でも寝れば治ると信じていました。しかし、1ヶ月以上経過しても足には感覚が戻らず、着替え、寝返り、そしてトイレにも一人で行けることはできませんでした。先生、まだ足動かないけど、話した時に先生が、そんなに早く回復しないよ、と返され、少し不安になりましたが、毎日生活をして動かせない足、誰に介助してもらわないといけない、何一つ何もできない生活が続くととても辛く涙を流していました。担当の看護師が出る感覚を思い出すために毎日トイレに行かされて、自分でズボンを下ろすこともできず情けなく泣いていました。当たり前にできていたことができなくなり、この先の人生に不安になり落ち込む日々でした。リハビリをしても以前のように歩くことができない、そう思うとリハビリしても意味がないと思い、リハビリを拒否し続けました。指示は英語なんですね。そうですね、基本的に日本語だとなんかちょっといろんな言葉で、取ってっていう言葉も取れとか取ってくださいとかいろいろあるので、もうテイクっていう言葉だと犬たちが覚えやすいっていうか、なので動詞と名詞が、動詞が英語で名詞は日本語っていう、なんかテイク何々とか。病棟に戻るときに担当の先生とすれ違いざまに、西澤君、障害者手帳を申請するから市役所に行って書類を揃えて、びっくりしました。声も出ませんでした。文章で読んでる時になんかやっぱりなんか 変でしたよね。すごい、やっと改めて読むとすごい変だったなと思って。いやいや、そんなことないですよ。1年間リハビリをして3ヶ月後には社会復帰をし、退院後とても辛いことがありました。それは障害に対する偏見と差別です。介助犬と一緒に会社通勤したい旨を上司に伝えた時に、上司は全く聞き耳を持たず、2ヶ月ほど経った頃、上司に呼ばれてとても辛いことがありました。お前には介助犬が必要なのか、下に落ちたものも拾えないのか。同僚にアンケートを取ったところ、犬嫌いがいる、お前のわがままは聞けない、とても辛かったです。仕事をしていた同僚に拒否をされた気がして、少し人間不信になりました。でも介助犬との生活を実現するため、ぐっとこらえて2ヶ月後移動となりました。でいつも尻尾を振って私の手助けをしてくれる介助犬との生活は毎日楽しかったです。楽しいです。それまでできなかったこと、行けなかった場所、車椅子の生活に嫌気がさしていた頃、介助犬がいつもそばに一緒にいてくれると安心して外出ができ、行けない場所にも挑戦しようという気持ちに芽生えて、諦めない気持ちと自然と笑顔が増えました。介助犬との生活のおかげで、より多くの方に出会える機会が増え、車椅子になってあまり旅行にも行きませんでしたが、
一緒にいろんなところへ行くようになり、多くの人に対してありがとう言える機会が増えました。私にとって介助犬は体の一部、心の支え、相棒、時には友人、かけがえのない存在。私は障害者になってよかったと思っています。だってこんなに素敵なパートナーとずっと一緒にいられて、勇気と希望を与えて、周りの人にも自然と笑顔を与えられて、それが私が車椅子になったからだと思っております。障害は個性、健康な時に味わうことができないぐらい世界が広がった気がします。温かく見守ってくれる、すごく感謝しています。見守ってくれる、それこそが一番大切だと私は思います。何かがあった時に、それは健常者でも障害者でも同じです。一人では生きていけません。人は人を見守り、困っている人がいたら自然と支え、そして優しい気持ちになり、感謝することで、この世界が少しだけかもしれませんが、笑顔の時間が増えると信じています。ありがとうございます。You're a courageous man, and so by being courageous in your workplace, even though you've been rejected by colleagues in your other department before, by just your existence in the workplace, you are reminding other people of their humanity. Mm-hmm. And if so,私が泣いてるのでラッキーが気にしてる、うん、何かあったのかなって、うん、And I'm happy to know that you're married because you are, yes, because you're teaching her something about love that she would never understand if she married a man who was walking and didn't need a vision、yeah. So probably because ofyour relationship and the difficulty that you have to face together, you're probably experiencing more love and more joy than many couples do. You know, Jamaica is, we have a history of slavery, right? Yes. All the people who look like me in Jamaica, yeah, were there because our ancestors were brought to Jamaica as slaves. In slavery, yes. Slaves, for instance, would not get,good food, right? They would get what the master's left over. Okay. Right? Okay. They get what the master's left over, which is like scraps. Mm-hmm. But Jamaican cuisine, Jamaican cuisine is built on those scraps. And Jamaicans over time have developed that into Jamaican cuisine and made it something. And I think generally that is our...approach to everything, meaning no matter what difficulty it is that we're facing, or no matter what difficulty has been handed to us, yes, we take it and craft it into something that is worthwhile. So I like to tell people that when you drink Blue yes. Mountain coffee, yes.You know, if you slow down, yeah, you can just have the kind of feeling that you would get being in Jamaica. Mm-hmm. Just, you know, peace and enjoyment and lots of flavor in it. So even if you can't fly to Jamaica right away, if you have a cup of Blue Mountain coffee, it can take you to Jamaica for 2 minutes. Thank you so much. Thank you. ありがとうございます。バイバイ。